皆さんこんばんは。鉄道 YouTuber の快速 SL 国土幸せ物語と申します。 JR 磐越西線は本日12時30分頃から磐梯町駅での信号機故障の影響で会津若松郡山間で運転を見合わせておりましたが、17時、過ぎに、運行を再開しました。JR 磐越西線は本日12時30分頃から磐梯町駅での信号機故障の影響で、運転を見回しておりましたが、17時過ぎに、運行を再開しました。なお列車に遅れが出ておりますのでお気をつけください。